どうも皆さん、おじゃすってことで、じゃしんと申します。はい、今回なんですけども、まあ、前回ね、こちら、第一の神殿を、まあ、攻略いたしまして、まあ、メドリがね、まあ、賢者として、まあ、覚醒したと。はい。まあ、次はね、この南を攻略したんで、次はこの上のね、ここの、まあ、神殿を解放するという感じなんで、まあ、早速ね、この船に乗って行きましょうか。で、久しぶりのね、風たくなんで、全く、あれを覚えてないですよね、これ。ちょっと待ってね、メモあるんだよ。こう。お。多分これ、ワープだよね。久しぶりすぎてわかんないんだけど、これワープだよな。オッケー。ってことなんで、まあ、ここから行くか。うん。さあ、タウラ島か。で、ここを、真上だな。真上行って、で、あそこら辺にね、魚がいると思うんですよ。あいつに餌を渡して、で、その情報を得ると。うん。多分そういう感じだと思う。なんか、あっちの方ね、強風が吹いてて、いけなかったんですけども、多分俺の予想だとね、パワーグラブ的な感じのやつがね、出てくるんじゃないかって。うん。まあ、俺ちょっと、そういう洞察力というか、うん、観察力、メンサなんでね。うん、メンサ会員。メンサの中でもメンサ。メンサオブメンサ。はい、お願いします。ちょっと、あれ？いなくね？いた！あいつか。ここで、アイテム。物袋で、これ来てくれるかな？ほい。来た。オッケー。で、この魚が来て、よう、あんちゃん。聞いてるよ。この辺りのマップとか、マップと情報が欲しいんだろう。じゃあ、まずはマップを開きだ。前回はね、これで、その下のね、攻略のその情報を得ることができたんで、多分これで間違いないと思う。多分どっかの島に宝があるんでしょ。そこの島のすんげえ風に守られた洞窟の中に入りたいと思ってないから、うん、もうそこにある。目の前です。はい。ちょっとメモ。メモのお時間でございます。もうゼルダというゲームはね、メモせずにやっちゃダメなんですよ。うん。メモしないやつは三流です。てめえを岩のように重くできるって宝があるらしい。ほら。やっぱヘビーブーツじゃん。北は。南に5、1、2、3、4、5。で、東に1。ここか。ここってことは、どこがいいかな？ここでいいか。ここにワープ。で、こっから東へ行くと。その前にちょっとこいつ、あれしていいか。マップ開放していい？いつも思うんだけど、この口から出てくる筆はさ、どっから仕入れてんの？これ。ほら。どうやって仕入れてんの？こいつ、筆を主食に生きてんのかな？結構やばい魚ですね。絶対に、さばいてほしくないね。気まぐれ。あんちゃんがここだけの話ですね。プロト島の黒い地面の下にはごっつい宝が眠ってるって話だ。騙されたと思って一遍掘ってみな。お宝が眠ってんだ。掘る道具がない。だったら動物も利用してみたらどうだ。頭使えないあんちゃん。穴掘る動物とかいたっけ？モグラとかいんの？これ。貝塚のモグラがいるのかな。豚は穴、あ、でも豚もさ、トリュフ取るときに穴掘るって知ってます？皆さん。穴というか、こう地面をこう、ってやって取るんですけど、それを使うのかなってことで、なんかこれに氷山がね、あるらしいんで。あれじゃね？来た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 。氷山。氷山 山じゃないよね、これ。まあいいや。ここに、これを打ち込む。ファイヤーアローを打ち込むと。うん。これだよね。うぃー。うぃー。え、出た、これ。ちょっとこれ、焦るやつ、これ。降りろ。降りろ、リンク。そして、登る。これ、滑る？うわ、滑るね。うん。俺のギャグは滑んないけど。え、これ、宝ある。どうしよう。宝取っていい？ちょっと。オッケー！おぎゃったね、リンク。オッケー。もうちょっと。開けて。リンク。もういいから、そういうの。そういうのいらないから。滑るの俺だけで十分だ。オッケー。ゴマだれー 宝のマップ。どっから入んの、これ。え、これどうやって入んの、これ。どうやって入んの、これ。どうやって入んの。え？あ、あった。これか。ちょっと、これ。俺、こういうの嫌いなんだけど、この、操作が鈍くなるパターンのやつ。自分のうまくいかないことが起きると、嫌になっちゃうんですよ。ウォータースライダー。やばい。これ、マリオのやつ始まってる。うわ、これ、あれじゃん。電撃嫌いだわ、これ。ここで焦らないのが、プロ。オッケー。
はい、ここ、ジャンプ。わーたたわーたたわーたたなんかオートマット作れそうだな、これで。これでオートマット作れるぞ、リンク。えぇ、お前、ジャンプしろ、ジャンプ。ちょっと待って、時間がこれ、地味に時間がないんだよな。ジャンプ。で、ここ謎なんだけど、ちゃんとジャンプ。おい、ジャンプした。なんでさっきジャンプしなかった？ローリングしたらダメなのかな、もしかして。で、ここジャンプ。で、ここジャンプ、オッケー。これ勝ったでしょ。なんか不穏な音楽が流れてるけど、大丈夫だよな。ふいぃ。まだあるんだよね、そうなんだよね。もうちょっとやだ、ほんとに。早く終わりたい、このステージ。で、これなんかね、これは？運ぶべき、これ。運ぶべきもの？でもないか。投げる。妖精！妖精、夏が、夏、僕を刺激する。生足魅惑のまあめ、いどん。って感じで、妖精を瓶に入れると。これ大事ね。キース攻撃してこないね、意外と。ブレワイだとなんか、腹立つレベルで攻撃してくるんですけど、うわ、もうやばい。え、これやばくない？どうやってこれ帰るの？どうやってこれ帰るの？これ。ねえ。ねえ。え、積んだこれ。あ、あった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 。これ。まだ、試合は終了しない。諦めたらそこで試合終了だって。あの、デブが言ってた。でもどう行くのこれ。どこ行くのこれ。どこ行くのこれ。これ、どこ行くのこれ。僕わかんない。やべえ。積んだかもしんない。もしか、本当に。俺こんなところで死にたくないんだけど。あと1分しかないし。ちょ、わかんない、これ。なんのためのこれ棒なのこれ。何のための棒なんですか？安西先生。安西先生、ちょっと、教えてくれ。俺はこれどうしたら勝てるんだい？なんで笑うんだい？彼のポルトガル語はとても上手だよ。僕もちょっと諦めていいか？諦めてもうよかとですか？静かに時を待つか？ね。皆さん、地球がね、まあ、終末したら何しますかって。明日地球が終わるとしたら何しますかって、僕言われたらこう答えます。じっと待つ。はい。お疲れ様でした。うわぁ。これ死んだでしょ？生きてます。はい。生きてます。ちょっと、これ難しくない？ちょっと。これはちょっと当時の小学生は難しく悩んだんじゃないか。一休み。OK。焦らない、焦らない。一休み、一休み、み、み。今日のキーワード。一文字目。み！はい、OK。で、ここをさ、どうすんのっていう話だよね。もう、キースがうざい、もう。叩く、ん、ん。まあ、ちょっと来いや。来いや、お前ら。こういう時来ないんだよね。うざいのー。で、これ、ウォーターサレだ。はい、OK、買ったー。で、これが、宝ね。絶対、ヘビーブーツです。はい。名前も多分一緒だと思う。名前も一語一句間違ってない。ほら、ヘビーブーツ。V ね、これ、V。これ、V です、これ。B じゃない。V です、これ。来た、これ。ローリングもできるね。できるんだ。強。やるね。ほら。お、で、これ登ると。これで、あそこの風を攻略するんだな。はぁ、あ。やっぱ俺の洞察力が生きたね。さあ、早速じゃあ向かっちゃいますか。次のダンジョンへ。多分次のダンジョンでしょ。ここね。さあ、着きましたと。ここで降りて、ヘビーブーツを着ましょう。さあ、ローリングでいけるかな。いけるね。で、これどうすんだ？爆弾？これ。爆弾かな？置く。ん？あ、これあれ？持つ的な？待って、しまって。貼り付く？貼り付く？あれ？なんだ？なんか隙間から入れないかな、これ。バグ技みたいな感じで。俺がちょっとバグ技を開拓していいか。まあ、入れねえよな。こう。もう縦でこの風を埋めるっていう荒技。違う？なんだこれ？じゃあ俺自爆していいか？自爆スイッチ、君のはどこにあるんだろう。見つけて。
あ、これか。これですわ。爆弾で壊れないのに、これでは壊れるんだな。爆弾で壊れてほしかったな。爆弾で壊れてほしかった件について。お、待って、また新たな、あれが出てきた。またこれ、あれが出てくると思うんだけどね。見本が。うん。ほら。ほら。せっかくメモしたのに。絶対出てくるんだよ。優しいから、任天堂。OK。まあ、多分ね、メドリが来たってことは次はね、まあ、マコレなんじゃないかと。うん、まあ、僕はもうネタバレしてます、もう。うん。何年前のゲームか知らないけどね、もうネタバレしちゃいます、これ。これ次、マコレです、これ。え？人間だ。こいつ、コキリ族じゃない？これ、コキリ族。お前が新しい勇者か。オイラはコキリ族のほら、フォード。こう見てもとっても偉い賢者なんだぜ。ちなみになんかコキリ族の、じゃあ、コログの先祖コキリ族っていう説があるらしいんですけど、知ってます皆さん。なんか慣れの果てみたいな。コログのな、んコキリの慣れの果てがコログ族だと。うん。そういう噂が誠しやかに囁かれてます。ガノンロクのやつに襲われてこんな姿でされちまった。何笑ってんだこいつ。力を取り戻したいだろ。まあね。それはそうですよ。じゃなんかここに来ないですよ。それだったら、オイラと同じこの楽器を持ってるやつを探して、さっきの曲を教えてあげな。うん。もう、マコレだ。そしたら、そいつも自分の賢者が血を引いてるってきっとわかるはずさ。お前の持ってるタクトは、昔、オイラたち賢者を指揮して、神様を呼ぶ曲を演奏するときに使われてたんだ。その時はいつも、国王様が指揮をしてたんだけどね。オイラは天国でもちゃんと演奏しているって、国王様に伝えてくれよな。国王ってことは、ハイラルをこれ使えんのか、タクト。あいつが渡してきてから、まあそれは使えるのか。じゃあ、マコレちゃんに会いに行こうか。懐かしいな、ここ。あ、ちょっと待って、ポストが動いてるね。これは見ざるを得ない。誰からだろう。Good morning! いつ届いてます。いつも届いてます。ブラクション。はい。リンク、元気してるかい？バーチャのスーパー足りてるかい？今はどこにいるんだい？質問が多いな。案外近くにいるのかもしれないね。お腹を減らしてないかい？怪我をしてないかい？リンクにはいつも苦労かけるね。ルピーは足りてるかい？おばあちゃんすごい心配してるんじゃん。大丈夫だよ。ばあちゃんはあんたやアリルさえいてくれたら何もいらないんだよ。二人とも元気に帰ってきてくれ。おばあちゃんより。うん。ルピーを手に入れた20ルピー。ありがとう。ね。アリルと同じ金額だけど、まあいいや。そこはちょっと多くを求める俺は。やっぱりね。やっぱお年玉でさ、ね、いや待って、お年玉でやっぱり多くをね、やっぱ求めていくのが子供の、まあ使命みたいなもんじゃないですか、やっぱり。ね。リンクも言うてまだ子供だからね。とお前ちょっと強すぎるな。それがやっぱりね、子供と同じ値段っていうのはちょっとどうなんですかっていう。待て、コントローラー効かない。あ、効いた。さあ、マコレはどこにいるんだろう。ジジイ。デクのジジイ。お久しぶりです。万事、うまくことは進んでいるかな、リンク。わしはこの通り追いぼれておるじゃ。追いぼれているが、知識だけは豊富じゃ。何か知りたいことがあったら、何でも聞いてくれ。力になるぞ。何が知りたいのじゃ。森の水のこと。これなんかあったな。森の水。そっか、この森の水の秘密に気づいたのじゃな。この森の水は木々に生命力をみなぎらせる不思議な力を持っておってな。この水あれば枯れた木に生命力を取り戻すことも不可能ではない。だが森の水は外気に弱く、この森から持ち出せば30分でただの水になってしまう。この老いぼれが長い年月生きておられるのも、この水のおかげということじゃな。コログたちが困っておるならぜひ助けになってやっておくれ。この森の水が効果を発揮する間は、コログたちの場所をマップにしてる人を奥での。ほーん。まあ、気が向いたらやりますわ。はい。ところで、マコレどこ行った？一応、外に出てみたけど、マコレはどこおるんや？マコレどこにおるんや、これ。わからない、わからない。ここじゃないのか。下か？おい。なんか、
戻ってきたら、こんなのがあったぞ。もしかして、これ中、いや、いけねえし。いや、いけねえし、これ。こういうこと？あ、違うわ。え、なにこれ。え、ここでしょ、絶対に。どういうことこれ。あ、ここでさ、あれしろってこと？指揮しろってこと？こう。風神の歌を振った。風神です、僕。んだよ！お前、ちょっと、黙ろっか。これか？くそ。これただいじめてるだけだ、これ。ダメだ。俺の頭が凝り固まってるわ。うおっ、え、入れた。マジでこんな方法俺初めて見たけど。マジか。よう、お前探すのに何分かかったと思う。もう日が暮れちまったよ。お前どんだけ日陰者なんだ。お前どこにいるんだよ。よくここがお分かりになりましたね。こいつ煽ってきてやがる。え、なぜこんなところにいるのかですって。来年の儀式で演奏する曲を練習していたんです。どんな曲かみんなに分かってしまったらつまらないですから。もう外にめっちゃ漏れてたけど。え、外に筒抜けですって。そうですか。滝のとこは消してくれると思ったのですが、もうちょっと小さい音で練習しますです。お前に、じゃあちょっと、あれ、あ、それはタクトじゃないですか。リンク様は指揮者様だったのですか。それはすごい。リンク様が私を指揮してくださるのですね。どんな曲をやるのですか。楽しみ楽しみ。ここで、これだ。地下。地下。地下かね、これ。これ、バグ、これ。バグじゃない。あれ、この感じなんでしょう。前から知っていたような。ブラボー。え、リンク様。あなたの伝えてくれた聖なる曲で私は風の神殿の賢者として目覚めることができました。私の使命はあなたの持つマスターソードに大魔の力を蘇らせることです。祖先の無念を晴らすためにも、リンク様、私を風の神殿に連れて行ってください。行こうぜ。まあ、これ。じゃあ行こう。もう行っていいんだよな。ちな、これ、マコリいるよな。いると信じて俺ワープするぞ。で、メドリを連れた時は、後ろについてきてたんだけど、いないんだよな。大丈夫かな。あ、いるわ。見て、先頭にいた。うん。なんかコロコロ行ってんなと思ったら、いたわ、ここに。こいつ、赤獅子が王ってことを知ってて、この、頭に乗ってんのかな。知ってるよね。この船が普通じゃないこと知ってるよね。王ってこと知ってるよね。よくそんなことできたな。俺、ちょっと恐れ多くてできないかな。さあ、着きましたと。ムービーが入ったね。お、リンク。メドリがそうであったように。まあ、これにもきっと何か特別の能力があるに違いない。それを引き出してやるのはお前の役目だ。この神殿でもお互いに協力し合って苦難を乗り越えるのだぞ。これなんかね、マコレ先か、メドリ先かって多分どっちでもいけるんだよね。そこもなんかブレワイっぽさを感じるな。まあ、あのね、青沼さん、このなんか、風たくからさ、そのオープンエアの発想はあったみたいなのをインタビューで言ってたんですけど、なんかそれがわかる気がする。このゲームを元に、ブレワイが作られたみたいな、そういう感覚がね、あるんだよね。うん。そのなんか、アイテムがさ、散りばめられたりさ、ね、
攻略する順序とかも多分これどっちでもいいと思うんだよね。すごいブレワイ感を感じざるを得ない。あ、歩き方かわいいな。ただ遅そうだなこいつ。風の神殿。さあ行こっか。